ナマンダブツ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 。浄土論に曰く、教二の玉枠、若人短問、非国土症状、安楽国年願症、薬徳往生、即入症状樹、死是国土名字、異仏寺、安家市議、とのたまえり。この門の心は、もし人、ひとえにかの国の症状安楽なるを聞きて、国年として生まれんと願う人と、またすでに往生を得たる人も、すなわち症状樹にいるなり、これはこれかの国の名字を聞くに定めて仏事をなす、伊豆訓度師義すべきやとのたまえるなり、安楽浄土の不可生、不可説、不可思議の徳を求めず、知らざるに、信ずる人にえしむると知るべしとなりと、ナマンダブツナマンダブツナマンダブツ。一年多年問いの お話を、まあ、しようとしてますが、まだそこまで至っておりませんで、前回と前々回において、法然上人と法然上人の御門下の一年多年ということ、そして、その中でさらにその一年多年ということが一年儀、多年儀っていうふうになっていて、っていうね、そしてその一年儀、多年儀ってね、どんなものなのかということについて、架橋先生のご本によって学ばしていただきました。で、その話については一年多年、そして一年儀、多年儀ということについては、まあ、一応それで学ばしてもらって、次に、架橋先生の暗号の講本一年多年門位高3のですねな、まあ、これから続きまして龍観律師のご生涯と龍観律師のお書物、書かれたお書物について、書いてくださっているんですが、まあ、ご生涯の方につきましては、まあ、浄土真宗聖典全書を読ませてもらって、まあ、ごく簡単なものであるけれども読ませていただきまして、まあ、終わったことにします。で、続きまして著作、ご著作もいくつも挙げてくださっていまして、詳しく解説を解題をオフしてくださっているんですけれども、どうしようかな、関わった本とか、講録とかについて、聞き書きとかについて名前だけ出しておきましょうね。弥陀本願義、そして、滅罪号主義、そしてあとからちょっと言いますけど、具三神義、それから三千義問答、から極楽浄土宗義で、禅道箇所実徳章、から一年多年分別のこと、自力他力のこと、それから、まあ聞き書きかなんかなんかなというのがの中で、やっぱり、御世物語聞き書きっていうのはやっぱり重要なもんかなということですが、あとはですね、上善義問答、死検問というのがまた、そういった形で講義録や聞き書きというようなものとしてありますよということですね。でこれ一つ一つ読んでいっても、ほらもちろん大切なことがいいのかもしれませんけれども、まあ読ませてもろて、まあここで申し上げたいのはやっぱ具三神義かな。具三神義二巻憲法4年1216年、流漢律師69歳時の御本で、この御本は金沢文庫蔵ということで、金沢文庫にありますよということです。で、この御本の中で、大事やなってよくよう取り沙汰される本やからね、これはですね、内容、この本の内容は三善義の三信尺についての注釈ですと。具三信義というのは三善義の三信尺についての注釈です。特にその四条信尺において、凡夫の上に真実はないとして、真実とは如来の本願が真実である。真実っていうのは
如来の本願が真実であるとみなされた見解、これは法然上人と親鸞上人の教えを結ぶ重要な教学的な意義を持っているということで、よくよく指摘される御本ですよね。これが大事かなと思いますし、それから、一念多念分別のこと以外やったら自力他力のことですね。これも内容のことはあんまり書いておいていただけてないので、まあ、これもまあここで述べなくてもいいのかなというようなことです。で、五線物語の聞き書きも重要なね、親鸞上人これ読んでねって門弟の人に与えてはったっていうことやから大事なことではあるんですけれども、まあ、ちょっとこれも内容的なことは書かれていませんので、これもまあ今ここで、申し上げるようなことではないような気がいたします。で、そういったお書物のことが、詳しく書いてくださっていまして、でそれからあと流漢立志の一年多年間という形で、これまた非常に詳しく書いてくださっているところがございます。こちらを学ばせていただくのはやっぱり流漢立志のお書物そのものをですね、今からは一年多年門位についてお話をしようとしているわけだけれども、一年多年門位の元になっている分別のこと、そして自力他力のこと、五線物語の聞き書きっていうものを、これ素晴らしいから読んでねって言って関東の御門弟に送ってはったわけやから、大切なお商業である、その大切なお商業を書いてくださった流漢立志の教えを聞く、その前提ということは、これ親鸞上人を学ぶにおいてもとても大切なことやと思いますんで、で、流漢立志の一年多年間というところを掛橋先生のご本を、読ませていただこうと思います。まず、流漢立志は多年義かということですが、多年義じゃないという結論はすでに学ばせていただいておるわけですが、まあしかしこれ読んでいきます。流漢立志1148年から1227年の一年多年間について古来二つの論調が行われて、論評が行われてきた。一つは立志を多年義の祖とするものであり、他は立志は多年の念仏者ではあるが、いわゆる多年義ではないとする見解である。立志を多年義の祖とするのは、愚観重心上人の四十百因縁宗、に、流漢で、長楽寺の多年義の元祖と言っていて、これ、割中がありますかね、最中か、最中がありますね、そういったのをはじめ、日蓮上人の一大御実、これは日蓮遺文398ページに、第一弟子長楽寺多年流漢ナモ坊と一切鎌倉の人々と言い、法然上人行状得ず、漢44四十四、法然上人伝前282ページにも、この立志の義を多年義と名付く、または長楽寺義とも言え、長楽寺義とも言えりと言っている。さらに後に生実するように行年体得の浄土訪問源流章には長楽寺流漢立志多年義を立つと言って、その教説を紹介している。また青山派深草義の上賢上人の法水分流記29ページにも、流漢立志を多年義の祖とみなしてその系譜を示している。こうした伝統を受けて江戸時代に入ると、鎮西派系の海与上人の浄土略賛俗浄土宗全書17巻382-389ページ、あるいは明瑞上人の鎮西目録問答粉塵抄
浄土真宗、失礼、浄土宗全書実感の432ページなどに、いずれも流漢立志を多年儀の破祖として解説している。近年では浄土宗の平井松海氏が流漢立志の浄土教一年多年論の215ページにおいて、従来の資料だけではなく金沢文庫の具三真儀や極楽浄土宗義三千儀問答などを参照し、また一年多年分別のことなどを検討した上で、立志の一年多年分別のことや、鑑定御世物語には一年往生を説いてはいるが、結局は多年の相続を策例して臨終まで精進せよというのであるから、流漢は多年主義者にして臨終剛情論者であったと見るべきであると言っている。また江谷流海氏も、外説浄土宗史57ページに浄土門、浄土訪問源流章の記述に従って流漢立志を多年儀の破祖として位置づけている。これらに対して流漢立志を多年儀ではないとみなすのが親鸞聖人であった。すなわち流漢立志の著である一年多年分別のこと、自力他力のことばかりか、立志の法語を門弟が聞き書きしたものと考えられる御世物語聞き書きまでも書写して関東の門弟たちに与え、一年に編集して多年を捨てたり、多年に編集して一年を軽視したりすることの誤りを指摘して、一年多年の争いといった不毛の論争はすべきではないということを立証する証文として強く推奨されていた。これは同門の大先輩であった流漢立志が決して多年儀ではなかったことを知っておられたからであると言わなければならない。そうしたことから、親鸞聖人は晩年には一年多年分別時の陰門の注釈という形式を取りながら、一年多年の争いに決着をつけるべく一年多年門を表し、ひいつひたの念仏往生を兼用されたのであった。こうして親鸞聖人の立場を受けた真宗の学僧の中では、流漢立志は確かに多年の念仏者ではあったが、多年儀と主張したわけではないとする人々がいた。本願寺派の光隆氏、これは1759年から1842年の、一年多年証文目録、これは、真宗全書47巻の191ページや大谷派の領書の御世物語聞き書き講義、真宗大系の31巻3ページなどに、がそんなふうに書いておっしゃっていると、そんなふうに書いてあると。中でも両生氏は流漢立志の著である一年多年分別のこと、自力他力のこと、滅罪号主、義と流漢立志の導きによって浄土門に記入した善林寺の、上辺僧図が立志の法語を記述したものであろうと推定される御世物語聞き書き、それに明らかに流漢立志の門弟が編纂したと考えられる写真問答、捨て語と書いて写真問答を、鑑定御世物語 等を対象し、写真問答では臨終剛情を立てて多年を募る思想が見られるが、御世物語聞き書きと鑑定、御世物語とはむしろ平勢剛情説が見られ、多年を募らず一年多年分別のことや自力他力のこととよく合致している。こうした文献における限り、流漢立志は多年の念仏者ではあったが、いわゆる多年儀ではなかったと言っている。そして親鸞聖人と流漢立志との間には柔道柔位、柔の同じところと等の異なったこと、10個同じで10個異なると言うて、
両尚氏がそれをポイ指摘していって詳しく論述している。その柔道の第一に一念多念分別同じという一項を挙げ、基本的に両者は同じ一念多念観を持っておられたとしている。近年では戸松恵真氏は俗浄土宗全書第9巻専徳要義集解説9ページに一念多念分別のことを解説して、流巻は本書によって見る限り源流章や法水分流記などが多念義と言うているが、むしろ一体いずれにも変しない念仏の多念相続者であると言うべきであろうと言われている。また石田重士氏も法然上人門下の浄土経学の研究の中で立志の説を評して一概に多念義と言い切れないとして、他力協調思想とを根底とする特殊の多念臨終少年恒長説であって、念念欠場往生という平生合上の義を否定するものではないと考えねばならぬようである。すなわち立志の合上説は平生合上説に即する臨終少年合上説とでも言うべきであろうと言われていると。で、なかなか石田先生の本、はっきり言って分かりにくい。 なんかによって石田純一先生の本ね、すごい偉い学者さんですけど、本読んどったらちょっとしんどくなってきますよね。 で、しんどくなってきますんです、私はしんどくなってくるんですけど、まあまあそうやけど、ここに書いてありますように、立志の合上説は平生合上説に即する臨終、少年合上説とでも言うべきものであろうということで、なかなか難しいところがあって、今まで、ね、いろんな形で、勉強させてもろてきたのだけれども、ちょっと一筋縄ではいかんところがある、一年でも多年でもないよみたいなことをずっと、学ばしてもろたんですけども、しかしここにちゃんと書いて、ここに石田先生が書いてありますように、平生合上説に即する臨終少年合上説というような、ちょっとなんかと言われるようなものなんで、これはやっぱもう少し詳しい考察をしていらくださっている梯先生のご本をたどっていく必要があろうと思いますんで、これはですね、一念多念問いのお話をしていく前に大事なことやなと思いますんで、もうちょっと、この流巻立志の一念多念観ということを梯先生のご本によって学ばせていただくことにいたします。ね、明日からまた続けて、この本読ませていただいて学ばせていただきますが、今日のところは、ここで終わらせていただきます。